はようございます。ガッツクゼ、あ、ガッツきましょう。ガッツクゼ忘れてましたね。食欲の秋ですからもうガッツきますよ。いいですけど、はい、何ですか。絵のものできましたね。何ですかこれ。お、背番号1番鳥谷。え、もうたの、勝ったの。先着でね、おくれるっていう。嘘、ただくれるの。阪神でもなかなかこんなん今までせえへんことか思うねん。前までなんか僕の記憶には、まあ、一応この箱もこんなんで、おで、まあ、鳥谷です。鳥谷、はいはいはい、背番号1、はい、で、はい、これはシーズンの最初の頃だが、シーズンオフ中にかなんか人気投票があったらしいです。おボブルヘッドを作るというのは決まって2試合、うん、で誰がええかっていう人気投票があったらしくて、うん、鳥谷と藤浪が選ばれたと。あ、ファンの要望で、はい、で鳥谷の日と藤浪の日があって、うん、で宇治の子鳥谷大好きじゃないですか、うん、で鳥谷を行かなあかんって、鳥谷は絶対もらわなあかんって、うん、鳥谷の日のチケットを買うて、でこれは全員じゃないですか、うん、先着1万5000人やったか、かなりの数や、はい、でもね、まあすごい買い物前からごっつい人並んでますわ。はい、今言ったこれ目当ての人もでしょうね。ほぼこれ目当てじゃないですか。でもカープ戦やったんですよ、うん、でカープファンもゾロゾロおるから、うん、さっき入ったカープのユニフォーム着てた人に配ってたのかどうなのかっていう、まあ、本人欲しいって言ったらあげるんでしょうけどね、カープファンにあげへんとか書いてへんわけですから、でも、まあ、いらない人もおるんかも分からへんし、なんで2人だけなのね、人気投票は。1万5000のかける3万体でしょ。そうです、そうです。もっと作られへんのかねえ、そりゃええ、ちょっとええと思うんですけど。気悪いやん、他頑張ってる選手も。まあ頑張ってるんですけど、でもいや、それは球団が選んだわけじゃなく人気投票ですから、まあ、しゃあないっちゃしゃあない。例えば組織票で森越が1位になったら作ってたんかな。作ってたでしょ。でも2人だけで少ないよな。え、でもねえ、思うよ、9人でやるスポーツやね。最低でも、そこで2人って。最低でも、もう20人。いや、それだったら1人にせな。今年は2000本も欲しい。あ、そりゃ鳥谷だって、かっこいい男前やん、この子。いやいや、いいと思う、まあ、僕の次ぐらいの男前。いやいやいや、分かれへん。それは女性ファンが多い、ね、うん、男前だって阪神の顔じゃないやん。あ、関東の顔で言うたら阪神顔じゃない。だってもう、コテコテの阪神の顔ってあるやん、大阪の顔っていうの。昨日、僕テレビ出て悪だよ。阪神巨人戦をテレビ放送されてた、はいはい、で裏なんやで、あのブラマヨ、ブラマヨが、ね、ブラマヨがあのね、田口が先発でジャイアンツ、あ、巨人のね、はい、田口って巨人顔ちゃいますもんね、阪神顔ですもんね、いいよ。だからちょっと笑ってしまいましたけど、あれやっぱ球団が今でこそなんか若い選手多いけど、昔で広島顔とかね、はい、あの近鉄パー顔とかあったでしょ、はい、でもどんな男前や、まあ関東人ですからね、うん、でもこんなんくれるんですよ。え、売ってはいないんですよ。関東の人、関東の人、あ、そうなんや。聖望学園から忘れ、うん、それなんなん、そこまで知らんもん、うん、鳥谷っていうのは知ってる。鳥谷、うちの子供鳥谷大好きで、2000本打った時に、うん、ほんまね、この辺りで2000本打つやろと、うん、で、ファンクラブに入ってて、はい、で、ファンクラブデーって阪神はあるんですね、うんうん、ファンクラブの日に行ったらポイントが貯まって、はあはあ、10回その日に行ってたら、ファン感謝祭のチケットが優先的にいただけるみたいなのがあって、うん、でもう8回9回ぐらい行ってて、もうあと1回2回ぐらいで行けるし、はい、で1回ファンクラブデーの時でこの辺りでちょっと鳥谷のそんなとこ狙って行こうかって言って選んでて、うん、ここやでって言ってて、この日に行こうってちゃんと2000本打った時なんですよ。この日に行こうって決めてチケット買おうかって言った時に、龍の修学旅行が発覚して、そこ修学旅行やでって話になって、これは無理やなって、もう一週前にしようかって一週前にしたんですけど、うん、結局もともとそこで決まってしまって、うん、ただ今日が兄貴暇やから、うん、一人で甲子園のチケット買うて、あいつ鳥谷好きでもないのに鳥谷の偽物見に行くとか言って勝手に行ってきよったんですよ。もうやっぱ歴史的瞬間やからね。で、で行ってもうその日買って、うん、普通なら六甲おろし歌って大騒ぎして帰ってくるんですけど、うん、もう買った瞬間ダッシュで球場から出て、うん、でグッズ売り場行ったらしいんですけど、どえらい人なんですよ。もうどえらい人が並んでて、うん、でとりあえずいくつか何個か買うてきて、うん、で龍修学旅行から帰ってきて、うん、龍にこれとこれとっていくつかもう龍にあげたりしとったんですよ。で龍もえらい喜んで、うん、なんかもうキーホルダーみたいなのが、うん、おお取れたるのやって言って喜んでて、でしばらくして俺も買いに行きたいって言うから阪神百貨店に問い合わせて、まあ、梅田が近いんですよ、うん、僕らからやったら問い合わせたら、残ってんのは残ってますけどこれとこれとこれとみたいなこと言ったら、なんかもう何万とかするようなもんだけしかもう残ってなくて、大きいんでしょ、これなんて。
いや、もうこういう人形とかじゃなくて、うん、まあ、あの盾であったりとか、ちょっと満タンにするようなやつしか残ってないと言われて、それはさすがに用かわへんしなって話になって、どうしようかで、甲子園今日野球やってんでと、うん、甲子園多分残ってんじゃんかって、甲子園に問い合わせたら、問い合わせたら、まだ何個か残ってますって、でまあ、野球見に行くわじゃないわけじゃないんだけど、うん、グッズだけ買えて、はいはい、で、リュウ連れて甲子園まで行ったんですよ、うん、で、グッズ自分で見てきよって、ほんならこう、クッション、これぐらいのちっちゃいクッションが、鳥谷2000ボルトのクッションが、うん、まあ、あの2000円ぐらいだったんですけど、それ自分の小遣いぐらいで買えるわって思って帰ってきよって、うん、でえらい喜んでて、でそれも残り2個しかなかったんです、その2個の1個を俺が取ったら次の兄ちゃん5人ぐらいの人が来て、その中の1人が取って、残り4人ぐらいが「それええなお前だけしかないやんけ」言うとって「これめっちゃええやろ」って喜んで帰ってきよるんですよ。かわいい。ね、もう自分で選んだもんやし、自分で買うたもんやし、めっちゃ嬉しいわけですよ。で家帰って、でこれこんなんこうできてで、また家帰ったらおかんやみんなの前で話するわけですよ、うん、まあ、その前に兄ちゃんがね、こうできたキーホルダー気に入って、うわこれ2000本のやって喜んで、うん、まあ、一応机には飾ってあるんですけど、それよりかやっぱ自分でこうできたこのクッション気に入って、これやろこれやろ言うてるもんじゃん、機嫌、兄ちゃん機嫌悪くなってきてなんやそれと思いながらも、うん、まあでもね、鳥谷の2000本のグッズも自分らで買えたし、まあ、こういうのもいただけたし、うん、これ、他の球団もいろいろやってて、うん、オリックスが、ボブルヘッド配るっていう日を決めてて、うん、でそれがね、5選手ぐらいあったんです。ティーとか金子とか、うん、ロメロとか、うん、アダチやったかな、もう一人誰やったかな、なんか、うん、5選手ぐらいおって、で先着、それも先着その、それ付きのチケットを買った人に配るらしいんですけど、うん、その5選手の中でどれが当たるか分かれへん。それ当たって外れや言われる選手も決まる。いや、外れっていうよりかそのどれが当たるか分からへんチケットを、僕とヒョウとリュウとチケット3枚買うとするじゃないですか、うん、で、T と金子と足立と当たったらええですよ、うん、僕の開けてロメロ、うん、ヒョウの開けてロメロ、うん、リュウの開けてロメロやったら大当たり、最悪でしょ、書くへん。でもそれやったら誰か変えてくれんじゃん、言うたら。いや、そんなん周りで変えてくれるか分からへんけど、そんなんその3つ同じのやったら嫌やわって言って。でもそれ逆にいいやん、なんか見ざる言わざる聞かざる嫌ですわなんか縁起物みたいで。いや、3種類欲しいなんかね。でも3種類どれか分からへんけど、3種類って言うならこうでたか分からへんけど、うん、もうそれはちょっとやめようってやめて、とりあえず鳥谷をもらいに行ってきたと。あ、まあこれ記念品やからね。そうですよ、大事にこれ置いとかなら2000本、これもないとこ2000本って書いておいてほしいですけどね。はい、どきや自分でなんでや